本校では、ソビエト連邦において開発された B-3400mm 1単装艦裁砲と、それをもとに、中華人民共和国で改良が加えられ、連想法化した79型と、そのコピーである A65 型フリゲートを主力としていた。これらはいずれも B-34 単装砲を手法としていた。その後、これらをベースとして、 中国独自のフリーゲートとして英語3型シリーズを発展させていくにあたり、手法の発射速度の強化が求められることになった。この時には、中祖対立が激化していたことから、ソビエト連邦の新しい艦砲を導入することはできず、B-34 法をもとに連想の半自動法として開発されたのが79型である。十九型の開発は九百七十年より、 開始され、1979年に完了して、正式化された。1990年代には、軽量化し、発射速度を向上させた 79A-92 型に、発展した。その後、ステルス性を考慮し、多面体形状となった99型が開発される。2000年代以降、既存の79型搭載艦及び79、 アンペア型搭載艦の砲塔は99型への更新が進められた。ソビエート連邦を出自とする、これらの系統とは別に、2000年代以降新規建造された駆逐艦やフリーゲートには、単装にもかかわらず、発射速度が良好で、軽量なフランスの 100mm コンパクト砲のコピーが搭載されている。ありがとうございます。